空手家キックボククボサーマイクス事務所属その巨漢からアルペンタワーの異名を持つアンディフグの後継者とも呼ばれるバックボーンは空手スイス出身の K1 ファイターアンディフグの戦いぶりに感動し格闘技を始めた遅咲きのファイターであり郵便局員として働きながらプロとして地道に活動していたが2006年を迎えるまで 日の目を見ることができなかった。現在郵便局員は辞めており、格闘家一本である。1日7時間もの練習を毎日行っているという。2003年5月30日、K1 ワールド GP2003 インバーゼルで行われた、トーナメントの決勝でジェレル・ベネチアンと対戦。準決勝までの激闘で右足にダメージを負っていた、ため、1R に1回、2R に2回、 3R に1回とダウンしてしまったが、3R 終了まで戦い抜いた。大差の判定負けを喫し、準優勝に終わる。しかし、試合後の IOC のドーピング検査で、ベネチアンが陽性反応を示したために失格となり、失格勝ちと変更された。2006年5月13日、K1 ワールド GP2006 インアムスター・デムでは、全試合後で優勝。 同年9月30日の GP 開幕戦では、王者セミー・シュルトと対戦。ジャブ気味の左ストレートで3回ダウンを奪われこまけ、病院送りにされた。2007年8月11日、K1 ワールド GP2007 イン LAS ベガスで、レーセフォーと対戦し、判定勝ち。2008年2月9日、K1 ワールド GP2008 インブッダペストで、ポーラ・マタイレと対戦し、 にある KO 勝ち。2008年4月26日、K1 ワールド GP2008 インワムスター、デムの、準々決勝でヤンザ・ジャイアントのルキアを下すも、準決勝でエロールジ・マーマンとダウンを奪い合う接戦を繰り広げ、最後は、左フックで小負け。2008年後半から2009年にかけてはほとんど、勝ち星がなかったが、2010年4月17日の、 イッツショータイムにおけるエンゼルロチェ戦で久々の判定勝利を得た。ありがとうございます。